いつは。嘘ばっか。いや、大丈夫だ。それにしても、あんた小さい村だからかもしれないけど。村を捨てた騎士が何の。俺はもう騎士じゃありません。戻ってきちゃいけない理由で。お主は、この村。村の周辺にいるモンスターを倒して騎士になったとき、ここ。仕方なく。なら聞こう。涼しいにも程がある。長老ってば。いや、騎士になってちゃんと村をみんなにこんな思いでよ。せめて村の罪滅ぼしに。なんで一億歳どんや。空を断つ光。俺がみんなを守れ。やっ、や私だったら、あんなこと言われる騎士ならある程度お金だって。この村は、あ、親と一緒に暮らした。ここを見捨ててしまったら。だから。そっ、分かった。私も今までまあすでに手伝ってるようなもん。ありがとう。ちょっと違うよ。